鏡縁公は、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての武将。甲斐、源氏の祖とされる、源義満の孫源、清光の四男。鏡氏の初代であり、武田氏初代、武田信義の弟となる。甲斐の国駒軍鏡里と一体に所在する鏡僧を、本領とした。宝元二年、源義茂の果敢によって15歳で元服。伝承によれば、 上安元年に宮中に会議が起こり、高倉天皇は、源氏の弓矢の名手として、縁光を召され、名言の術を行わせた。無事に会議は収まり、東光は法省として、不動明王像と大見国志賀軍を貸しされたという。この不動明王像は、現在も山梨県南駒郡美野部町の大正寺に安置されており、国の重要文化財に指定されている。さらに遠光は、 特別に王の一時を許されたとされ、鏡氏の家紋は三回筆の中に王の字を拝している。自称、樹栄の乱に際しては、次男の小笠原長、清と共に参加し、平家滅亡後の文次元年には、源頼朝より御門様の一人として、重きを置かれ品の守るに任じられた。以後は、頼朝の家臣として活動し、しばしば、東鏡に記述が見られる。 晩年には推備していた、新言宗の古刹である、宝山寺を再興。また現在甲府市伊勢に所在する縁密寺を創建したほか、縁光創建を伝える寺社も多い。五人の息子がいるが、長男の秋山光朝は、鏡荘から南方の大井僧に進出し、現在の南アルプス市秋山に館を構え、秋山市を称した。平家着流である、 平野重盛の娘を妻としていたため、頼朝に滅ぼされたものの、その一族の活動が見られる。次男の小笠原町清は、小笠原氏を三男の南部高校は、南部市の祖となった。四男の光行が、鏡氏を継ぎ、伊豆の細三都氏は、欧州合戦の際に、軍略で功を立てた。また、娘の第二局は、頼朝の子、頼家。 サネとも二人の養育係を務めている。一方、鎌倉では、公安八年十一月十七日に、足立康森、宗影府氏が中殺される下月騒動が発生し、騒動では、小笠原市や秋山市、南部市など、鏡一族が連座している。このため在地においては、鏡一族は衰退し、戦国時代には変わって改修後、武田氏の一族である。 武田大石が台頭する。秋山 P132 秋山 P134。ありがとうございます。